はい、皆さんこんにちは。2022年レックパーフェクト講座所得税法、担当者はレック専任講師の北井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、パーフェクト講座のガイダンスということで、税理試験の、特徴とかですね、魅力、それから、受験プラン、それからこのパーフェクト講座の、ご案内ということで、このパンフレットですね、これを使いながら、お話をしてみたいと思います。はい、それではですね、今日、収録しているのは2021年のですね7月の26日であります。ですのでまだ71回のまだ試験は終わっていないところでありますので、71回でどういった問題が出されたかというのはちょっとまだわからないんですけれども、大体例年同じであろうという想定のもとにですね、この講座を組んできますし、それからまた71回の税理試験を受けてですね、傾向が大きく変わっているようであれば、その対策も特に直前講座でやっていきたいと思います。はい、それではですね、今日は税理試験の制度の特徴ですね、それから試験科目、それから税理士になるための方法、それから受験プランですね、それとこのパーフェクト講座のご案内ということで、お話を進めたいと思います。それではですね、この、はい、それでは、手元にですねパンフレットがあると思うんですけれども、まず30ページのところちょっと見ていただけますでしょうか。30ページですね、30ページをお開きいただきますと、魅力的な、試験制度というところがあります。魅力的な試験制度ですね、この税理試験の試験制度の2つの魅力、これについてちょっとお話ししたいと思います。税理試験ではですね、11科目ありまして、その中から5科目選択して、この5科目全部合格すれば、合格、そして、税理士になることができると、こういうような、仕組みになっております。5科目ですけれども、1回の受験で5科目全部受ける必要はありませんので、その人のペース、特に、働きながら受ける方が多いと思いますので、今年は少し余裕があるから2科目受けてみようとかですね、あるいは今年はちょっと仕事が大変そうなので、1科目にするという方もいらっしゃるかと思います。この魅力的な試験制度ですね、これをちょっと見ていただきますと、科目合格制度ですね、科目合格制度ですね、科目ですので、例えば所得税法とかですね、簿記論とか、財務諸表論、あるいは法人税法とかですね、科目合格制度を取っておりますので、合格した科目は一生、ここに書いてありますけれども、一生消えることはないということですね。そして、この科目単位、例えば、簿記論を持ってます、財務諸表論を持ってますというその科目合格であってもですね、企業に就職するとか、あるいは、会計事務所に就職するときにですね、この履歴書に記載することができます。人によっては今、所得税法受験勉強中というふうに書く人もいるかもしれませんね。いずれにしてもですね、この科目合格、所得税法に合格したというだけで、箔がつくわけですね。非常に高い付加価値でありますので、就職とか転職に役立つという、この科目合格制度というのが一つ目の魅力。それから二つ目の魅力ですけれども、科目選択制度というのを取ってます。
ですので、まあ、ちょっとこの分野は苦手だよという方は、自分の得意とするところを選択することも可能であります。先ほど申しましたように11科目あるんですね。どういった科目があるかですね。簿記論、財務諸表論、法人税法、所得税法、相続税法、消費税法、まあ、ここで6つありますね。あと5つあるんですね。酒税法、それから住民税、それと事業税、国税徴収法ですね、それから固定資産税と、この11科目があります。そして、まあ、レックではこの星印のところですね、6科目が講座が、現在あります。で、まずはですね、この、科目によってですね、学習する、まあ、標準的な、条文がですね多いものとか、あるいはボリュームが多いものとか、1科目は1科目ですけれども、それぞれ特徴がありまして、標準的な学習時間ですね、というのがあります。この1週間あたりの学習時間の目安ですけれども、この例えば簿記論、財務諸表論であれば標準的にはですね、まあ、1週間で10時間は学習する必要があるということですね。で、法人税法と所得税法はですね、その中でも一番時間が、長い、時間を要する、これはボリュームがあるからですね、法人税法11週間で少なくとも14時間、所得税法も14時間は勉強しないと合格できないという、まあ、最低限と考えてもらえばよろしいかと思います。それから、まあ、相続税法ですと、まあ、10時間、消費税法ですと7時間ですね。それから酒税法、住民税、それから事業税、これは5時間、国税徴収法は3時間、それから固定資産税5時間と、こういう目安が掲げてあります。国税徴収法はですね、あの条文が短いので、まあ、時間がない人は学習しやすいということで結構受ける人多いんですけれども、ただ、短いから合格する率が高いのかといえば必ずしもそうではないですね。みんな状況同じですので、はい。そしてこの11科目あるわけですけれども、まずはですね、必須科目というのがあります。必須科目は、ここに書いてありますけれども、簿記論と財務諸表論ですね。これは、必ず受けないといけないんですね。必ず合格しないといけない科目であります。簿記論と財務諸表論は必須科目でありますから、両方とも必ず合格する必要があります。そして、選択必須科目として、少なくとも一つは合格しなければならないもの、科目に、法人税法と所得税法があります。ですので法人税法か所得税法はいずれかどちらかはですね、必ず合格しないといけないということですね。そうするとここで3科目は決まるわけですね。もちろん法人税法と所得税法両方を受ける、これは一番理想的ですね。まあ、理想的といえば5科目ですから、一番理想的なのは、簿記論、財務諸表論、法人税法、所得税法、そして、まあ、相続税法というのがこれ一番理想的なんでしょうね。まあ、さらに消費税法ですね、これはやっぱり重要ですね。現在の税収で一番多いのは消費税法ですね。ただ新しい税法ですので、標準学習時間は7時間ということで、多くの方が消費税法を受験されます。戦略的には消費税法を入れた方が、まあ、有利だということですね。ただし消費税法と酒税法はいずれか一つですね、両方受ける。例えば
法人税法と消費税法、酒税法という選択はできないんですね。消費税法か、酒税法、酒税法ですね、いずれか選択になってますし、それから、住民税と事業税、これもいずれか一つどちらかを選択ですね。ですので簿記論、財務諸表論、所得税法を取ったらあと2つ住民税と事業税では、ダメなんですね、法人税法、所得税法、法人税法を取って住民税、事業税ではダメですので、例えば、相続税法と、まあ、住民税とかですね、消費税法と住民税とか、そういうような組み合わせをしないといけないということですね。ただ、まあ、酒税法とかはですね、これ非常に特殊ですので、ほとんど、まあ、実務では、当たる人はいないのかもしれませんね。それから徴収法もですね、これは、国側がする滞納処分の法律ですので、これもあまり、その税理士の方でというのは あまり使うことはないんじゃないかと思われます。で、まあ、少なくともこの法人税法か所得税法を選択しないといけない。それからどちらかを選択したらですね、あと2つということになりますので、まあ、相続税法と、まあ、消費税法という選択がよろしいんじゃないかと思いますね。ですので、まあ、この、まあ、理想的には法人税法、所得税法、相続税か、あるいは法人税法、所得税法、まあ、消費税法という選択があるんですけれども、この2つをやるということは、まあ、受験の技術、受験で勝ち抜くためにはですね、まあ、どちらか一つの方がよろしいかということですね。課税実務ではですね、当然法人税法、所得税法、これは必ず受験していなくてもですね、自分で学習しないといけない科目でありますね。まあ、相続税法はですね、こう専門で相続に特化している会計事務所とかありますけれども、そちらを目指すんであれば外せないということですね。それから、まあ、消費税法は法人税にも法人にも個人にも両方ありますから、これはやって損はないということですね。しかも税収が一番多い、税法でありますので、はい、それではどういう選択をしたらいいのかということですけれども、そのちょっと具体的なプランはですね、後ほどお話しするとして、この税理士になるためにはということで、ちょっともう一度、おそらく皆さん当然知っていらっしゃると思いますけど、復習のためにですね、税理士になるためにはですね、まあ、税理士とはですね、このどういう仕事をするかですけれども、税務書類の作成、税務代理、税務相談、これが、資格がないとできない仕事になっているわけですね。で、この税理士になるためにはですね、5科目全部合格する、簿記論、財務諸表論、所得税法、相続税法、消費税法とかって、こういう5科目ですね。それからもう一つはですね、41ページありますけれども、大学院という手もあるんですね。大学院ですね、大学院でその免除を使うのも手でありますね。一番多い、最近一般試験受験される方よりですね、大学院目指す方が多いんですね。ですので、まず、例えば母材は取ったよと、そして消費税法を取ったよというような方ですと、まあ、レックですと会計大学院ってあるんですけれども、そこに行けばですね、税法論文を一つ書けば税法が2科目免除という制度があるんですね。ですので、ちょっともう早く、
税理士の資格を持っていないとですね、跡取りの方とか特にそうですけれども、もう時間がないというような方いらっしゃるわけですね。それから税理士試験、一般試験ものすごい難しくてですね、もう疲れ切って、その受験を何回も何回もする人もいますので、まあ、それだったらもう資格を取って、仕事を覚えた方が効率がいいという、そういった選択もあるわけですね。まあ、ちょっとメリットとデメリットといえば、メリットは5科目全てをですね受験するよりも、ライフプランを立てやすいということですね。ものすごい合格する確率が高いということですね。で、税理士までの期間が短縮できる可能性が高いですね。デメリットはコストがかかる、まあ、ちょっと大学に少し高いですよね。まあ、そうは言ってもその、専門学校一般試験のためもですね、やっぱコストかかりますから、まあ、トータル的に考えると、何とも言えないところであります。で、研究がですね、論文を審査会出さないといけないので、不認定の場合だったら科目免除とならないリスクはありますけれども、まあ、合格する可能性が非常に高いということで、こちらを選択される方もいらっしゃるということですね。はい、まあ、このいろんな選択があるわけですけれども、まあ、とりあえずは税法1科目は簿記と財表を税法1科目は取っておいた方が、まあ、非常に有利だということでありますので、それで受験者がですね年々減少しているわけですね。で、まあ、減少しているから、まあ、逆に言えば今は非常にまあ、有利な状況じゃないか、チャンスじゃないかなと思います。昨年度のですね、70回ですね、70回の結果を見ますと、合格者数は、5科目全部到達した人が648人しかいないんですね。全国でですよ、2万5000人ぐらい受けてるんでしょうか。それで一部科目合格した人が4754人です。で、昨年その5科目全部到達したと人と一部合格の人合わせて5502人が、まあ、合格ということになってますけれども、5科目全部到達した人は648人しかいないわけです。ですので、ものすごい試験が大変だということがわかるわけですね。はい、それではですね、次は、まあ、受験プランの話ですけれども、受験プランはですね、まあ、どのようなこの、税理士を目指すのかということによって、科目を選択すべきだと思います。まあ、標準的な税理士であればですね、法人税法、それから所得税法、それと消費税法ですね、これがものすごいよく使うわけですね。まあ、これに対して相続税に特化している会計事務所、こうなりますと、まあ、相続税法、所得税法、この辺がメインになりますね。それから後でまた出てきますけれども、受験の、まあ、戦略として必須選択科目で、まあ、法人税を受けるのか、所得税法を受けるのかということですけれども、私は個人的にはですね、所得税法を取った方が、早く税理士になれると思います。標準的な学習時間は、同じですけれども、所得税法の方がですね馴染みやすいと言いますか、この試験の内容の難易度から言ったらですね、まあ、法人税法の方が難しいですね。ですので、早く税理士になりたい方は所得税法を学習するってことですね。で、まあ、所得税法と、法人税法非常によく似ております。例えば減価償却とか同じところは結構あるんですね。それから違うところは、法人税ですと簿記会計、会計で決算書を作って、その決算書に基づいて、法人の別表を作っていくということで、ゼロからスタートするのではなくて、
決算書を作って決算書の金額を調整して法人税の申告書を作ると、こういうような方式になっています。まあ、これに対して所得税法はですね、独自のその決算書を作って、そして、課税標準を求めるという、所得金額を求めると、こういうようなやり方になっています。ですので、まあ課税実務的には所得税も法人税も両方当然使います。例えば法人税、法人の方をですね多く担当するにしてもですね、やっぱり納税者の方から社長の所得税はどうだというような質問を受けますし、個人に特化したとしてもですね、法人なりがあったり、会社との取引とかいろいろありますので、それはもう、両方必要です。課税実務的には両方、所得税も法人税も両方必要です。ですけれども、受験戦略的にはどちらか一つ取った方が、早く合格できると。でその中でも法人税か所得税かといえばですね、私は個人的には所得税法をお勧めいたします。はい、それではですね、32ページのところをお開きください。その今申し上げましたその選択科目の受験プランですね、簿記論、財務諸表論、これはまあ必須科目だから必ず、取らないといけないですね。で、所得税法にするのか法人税法にするのかということなんですね。ここがまあ非常に皆さん悩むところだと思うんですけれども、この32ページのところにこう書いてありますけれども、この法人税法か所得税法かですね、まあ、出題はですね、両方ともその計算理論が出ます。計算理論半分ですね。それから、学習に必要な知識ですけれども、簿記2級とかですね、税理士入門、あるいは、所得税法だったら、まあ、簿記3級でも十分ですよと、標準的な1週間あたりの学習時間は両方とも同じですよと。で、まあ、法人税法ですと、この法人ですね、会社の税金ですね、それこれに対して所得税は個人の税金ですねの、まあ、違いがあるだけでありまして、税理士になった時に企業の顧客を多く持ちたいのか、個人の顧客を多く持ちたいのかですね。先ほど言いましたように、法人税法は簿記が2級、簿記がものすごい得意、所得税法はまあ3級程度でいいでしょうということで、なぜかというとですね、法人税法固有のところはですね、資本取引があるからですね、資本金というのがありますね。で、株がありますよと、出資をして資本金、資本取引というところが所得税法にはないところですね。所得税法は、事業主貸し借りで処理すれば OK ですから、そこは非常に所得税が簡単なわけですね。で、対象は先ほど言いましたように法人税法ですと企業を相手にする、所得税法ですと個人事業者ですね。で、昨年といいますか、70回の合格者数を見るとですね、法人税、まあ、受ける人が多いわけですけれども588人ですね。これちょっと次のページに書いてありますね。次ですね、36ページをお開きください。合格者どれぐらいいるんだろうかってところですね。これ全体の合格者数です。70回ですね。法人税は588人合格してます、全国でですね。所得税はですね、受ける人が少ないので173名が合格してます。受験者数が1500ぐらいですね。合格率が、70回は 12% 所得税、法人税がちょっと高かったですね、 16%、まあ、普通は所得税の方が高いんですけれども、70回はですね、法人の方が、まあ、合格率が高かったと。で、受ける人の数が全然こう違うわけですね。最初はやっぱり
なんていうんですかね、法人やった方が、ちょっとかっこいいなとか、ニーズが高いんじゃないかというふうな気がしますけれども、何回も落ちて、ということになるとですね、やはりそういうふうな、ことであれば早く受かって試験を取、資格を取るということがですね、まあ、非常に、大事になってきます。結構ですね、もう年配の方に何回受けても受からないよという方が現実いらっしゃるわけですね。それぐらい難しいわけです。で、特に年を取ってくるとですね、私も年取ってますけれども、計算問題が苦手になってくるんですね。なかなか早く解けない。理論は多分強くなると思うんですけれども、そういうことで、まあ、至難のなかなか難易なこう試験ということですね。で、現在ですね、令和3年の6月現在ですけれども、税理士の登録者数は全国で7万9000人の方が税理士登録されているわけです。それで、まあ、高齢者の人が非常に多いわけですね。ですので、まあ、世代交代が求められておりますので、皆さん方にとってはですね、これから受験する方にとっては、まあ、非常にチャンスです。それから、まあ、コロナ禍にあっても、その人手不足っていいますか、人材不足でありますので、早く税理士の資格を取るということは非常に重要であります。はい、そういうことで、まあ、どちらを選ぶかというと、やっぱり、個人的に私ならばですね、所得税法を早く取っちゃうということだを言えると思います。はい、次はですね、まあ、この所得税法か法人税法かっていうところですけれども、まあ、非常に皆さん悩むところだと思うんですけれども、まあ、両方とも試験の時間は2時間でありまして、そして両方とも理論と計算が出ます。で、まあ、ちょっと傾向としてはですね、法人税法の場合は具体的な事例というのが、理論でですねありますので難しいかもしれません。まあ、これに対してどちらかといったら所得税法の方はですね、具体的事例ですけれども、ややこう条文に従ってこう書けば点が取れるような、そういうような配点、まあ年によって違いますけれどもなってるかと思います。まあ、非常にこれは難しいところですね。法人税法を取ったとしてもですね、ほとんどは中小企業でありますので、まあ、課税実務もそんな難しくないと思いますね。まあ、大企業になって合併とか解散とか頻繁に起こしているということであればですね、それはニーズは高いと思いますけど、一般的な町の、会計事務所であればですね、そんな難しいのは出てこないということですね。まあ、これから事業承継が非常に重要になってきますね。税理士業界もそうですけれども、企業もですね、個人事業もそうですけれども、世代交代ですね。で、現在はその富裕層に対してですね、非常に税金が重くなってまして、どちらかといったら、まあ、法人税法より所得税法の方が、累進税率もありますし、まあ、増税傾向にあります。で、まあ、個人でお客さんを取るとすればですね、これは医師、歯科医師とかですね、芸能人とかプロスポーツ選手とか、こういうところに、まあ、顧客を求める、まあ、富裕層ですね。それから不動産所得の方ともいらっしゃいますし、そしたらこの相続の話も出てきますということで、非常にですね、おそらく法人ですとある程度もう、会計事務所入っていらっしゃいますよね。ですので、個人の方をターゲットにして法人なりの仕事をしてというような入り方の方が非常にお客さんを取りやすいんじゃないかと思いますね。はい、
まあ、あの最終的には皆さんがこう選択して決めるところでありますけれども、まあ、所得税をですね選択していただいた皆さんは一緒にですね、学習を進めていきたい、こういうふうに思っております。まあ、以上が大体、税理士の、まあ、魅力とかですね、こういったものを見ていただいたわけですけれども、次は、10ページ11ページにですね、パーフェクト講座のですねこれを載せておりますので、パーフェクト講座の内容ですね、このパーフェクト講座、全52回あります。それで1回がですね45分かける3ですね、45分かける 3回でやっていきます。まあ、あの内容によってはですねこれをオーバーしたり短くなったりしますけれども、おおよその目安としては1回分が、45分かける3回中に2回休憩を取っていくと、こういうようなやり方をしております。それで、このパーフェクト講座全52回あります。52回ですね。で、あのウェブとかですね DVD でこう、やっていただくんですけれども、まあ、あの倍速を使えばですね45分を30分ぐらいでこうできますので、まあ、隙間時間を利用して学習することも可能であります。で、このテキストはと言いますと、まあ、1から4に分かれておりまして、テキストは1から4に分かれております。それで1のテキストが2つに分かれてます。それから2のテキストも今年からですけれども、今回からですが2つに分かれますので、あと3と4がありますので全部で6冊が、ベースとなります。で、このテキストが、1、2、3、4、これがベースになってですね、まあ、基礎から応用まで、ですね。ですので、まあ、あの一巡をですねこう所得の区分とかですねこう始まって、課税標準、それから税額の計算あるわけですけれども、こう一巡してですね二巡三巡とか、あの螺旋状にですね学習するような方法になってまして、それでそれに付随してですね、問題集があります。で、このテキストの構造はというとですね、まず税法をベースに内容が、書いてあって、でその内容に関する基本問題があってですね、授業の中でその内容税法を見ながら、まあ、税法を読みやすいような状態でですね、記載してありますので、それをまあ解説をして、基礎問題をまあ解いて、まあ、解説をすると、こういうような仕組みになっております。それでそれだけでは十分じゃありませんので、それに、まあ、リンクするといいますか、それに関連する、個別問題集といいますか問題集がありますので、問題集をですね解いていく、そして問題集をですね、答えをすぐ見るんではなくて、分からなければですねテキストを見ながらでもいいですので解いていくというようなことが大事になります。で、この問題集の他にですね個別理論集というのがありますので、この個別理論集を、まあ、結果的には暗記していただくと、自由自在に理論を書けるというような仕組みになっております。で、まあ、条文に忠実にとは言いつつもですね、条文そのものですと、まあ、非常に、難解ですので、条文に書いてあることをですねこの個別理論集に、まあ、要約してあると。ですので、その個別理論集を暗記すれば理論対策になるというような仕組みですね。で、あの個別理論集は中まで入りませんけれども、各項目ごとに、税法が、あって内容を説明します。ですので、それが終わったら復習として同じところをですね個別理論集で潰していくということであります。あの直前に個別理論集を覚えるということはですねとても不可能でありますので、授業が終わったら、問題集を
学習したところの問題集を解いていく。そして問題集は、答えをすぐ見るのではなくて、テキストを見ながら解いていく。そして見ないで解いていくですね。個別理論集もですね、52回講義します。その内容と関係するところを潰していくということをしていただくと、まあ、知らない間に理論集を潰したことになりますので、もう来年のですね、この直前期になっては、まあ、ほとんどどんな問題が出てもですね解けるというような状態になるかと思います。まあ、いずれにしてもその基礎が最も重要でありますので、まあ、基礎を十分に固めていつでもアウトプットできるようにするというのが重要であります。でこのパーフェクト講座がですね52回こうあるわけですけれども、ちょっと要約しました、こういうようなイメージになりますね。パーフェクト講座、パーフェクト講座をですね、まあ、合格へのスケジュール、こういった流れになってますね。まあ、この2022年のパーフェクト講座は2021年の9月ぐらいからこうスタートしまして、全52回をこなします。で各その切りのいいところで実力確認テストというのがありますので、これでまあ力試しをしていく。ですのでこのパーフェクト講座でインプットとアウトプット、これを繰り返してですね、まあ、9ヶ月間で、完全にものにしていくということですね。特に基礎ですね、基礎を十分に固めていくということですね。それから、ちょっとここで、まあ、確定申告とかありますので、5月からですね、今度は直前講座というのが出てきます。これが全6回あります。でこの直前講座の中ではですね、改正税法もやります。と言いますのは、税制改正がですね例年、3月に、まあ、例えば令和3年の3月にですね、令和3年度の税制改正が行うわけですね。そして来年の22年になって22年の3月に令和4年度の税制改正が行われます。その税制改正がですね、2022年、のもの、つまり令和4年ですね、令和4年のところに関係する改正であればですね、こう潰していく必要がありますね。まあ、通常は改正あると、1年後2年後というのが通常のパターンですけれども、改正してその年からということもありえますので、この直前講座で、税制改正をお話しします。それから直前討論、この直前講座に、関係してですね直前討論というのをやります。それから6月に全国公開模試をやってですね、それから、7月に、予想討論ですね、これを行って本番72回になりますけれども、税理試験の本試験、この令和3年ですと8月18日の水曜日の3時から5時が所得税法の試験の時間帯です。来年2022年の8月だと思うんですけれども、あの去年つまり70回と71回はですねオリンピックの関係で中旬に持ってきてますけれども、例年ですと8月の初めですので、2022年の72回の試験は8月の初めになるんじゃないかと想定されます。こういうようなスケジュールになってます。このスケジュール感を持ってですね学習を進めるということが非常に重要だと思います。
まだこの収録の段階では令和3年度つまり71回の試験、2021年の試験は行われていないので、どうなるかちょっとわからないんですけれども、今のところ受験者数がですね、所得税が1900人、約2000人の方が受験を申し込みをされております。まあ、それでやっぱり合格者数というのはかなり少ないです。先ほど見ていただきましたように173人しか受かってませんので、ただ学習をですね、効率的にこのパーフェクト講座に乗ってきちっとやっていただければ必ず合格できると思いますので、コツコツとですね、やっていきたいと思います。で、令和2年の試験にですね、理論問題で競馬の当たり馬券の理論問題出てるんですね。これまでは、理論問題はですね、この判例などはあまり出てなかったんですけれども、実は競馬の当たり馬券がですね、平成27年の大阪事件の最高裁と、平成29年の札幌事件の最高裁の判例が、出まして、最高裁ですね、いずれも。それで今まで、競馬の当たり馬券はですね、一時所得だったんですけども、この大阪事件とか札幌事件の場合は営利を目的とする継続的行為ということで、雑所得になったというちょっと、画期的な判決だったわけですね。でそれに対して国税庁の方はですね、通達を変えたりですね、それから周知文書をこう出したりしております。こういったようにその試験の、本試験の2年ぐらい前にそういう大きな判例ですね、こういったものが出たときは、要注意ということになります。それから課税実務でよく間違いの多いようなところもですね、税理士として当然そういった処理は しないといけないということで、出される確率は高くなります。ちょっとまだ今年令和、3年分の試験はまだですけれども、おそらくこういうのが出ることが想定されます。所得金額調整控除ですね、これがなぜ私がこれを言ったかと言いますと、実務で非常に間違いが多いからです。例えば、旦那さんと奥さんと2人とも給与所得者で、それで、2人とも給与収入が850万を超えているよといった時で、かつその、例えばですね、23歳未満の扶養親族がいますよというような時に、扶養控除ですといずれか一方ですけれども、所得金額調整控除は旦那さんも奥さんも両方使えるんですね。で、実務で奥さんの方の所得金額調整控除を忘れているというケースが非常に多いということで、税務署はその、処理ですね、おそらく公正の請求がこれから出てくると思うんですけれども、そういう間違いがないようにするために、税理試験に出される可能性はありますね。それからあとは、海外の中古資産の耐用年数、勘弁法を使ってやって、給与と損益通算をしてですね、非常に、会計検査院から指摘されたところですけれども、これが改正になっておりまして、令和2年で改正になって、令和3年から、3年の1月1日から施行ということでありましたから、令和3年で出される可能性は高いと思います。こういうようにですね、税制改正とか実務で間違いの多いところ、それから判例が出たというようなところですね、ここはやっぱり押さえておく必要があると、こういうふうに思います。はい、以上でですね、今日皆さんにお話したいことは申し述べましたけれども、
ぜひ所得税法をですね選択していっていただいて、で一緒にですね合格を勝ち取っていきたいと、こういうふうに思います。ちょっと繰り返しになりますけれども、そのテキストで内容、条文を使ってですね、解説します。そして基本問題を解きます。それから、問題集を解いていただく。それから個別理論集を解いていく。そしてまたそれから、テキストに戻る、その繰り返しですね。でテキストを十分にこなしていけばですね、合格の水準までいきますので、自信を持って、試験を受けていただくと、こういうことになると思います。将来のですね夢目標を描いていただいて、で、決して無理な計画を立てないで、かといってゆるゆるでも困りますけれども、きちっと目標を立てて一つずつこなしていく、そして、確実にクリアしていくということがですね合格への近道です。早道であります。どうかですね一緒に、合格という目標、これを勝ち取っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは以上でガイダンスを終了いたします。お疲れ様でした。